初めてまいり理算サイト企画基礎論の六回目の授業で、えっとですね、リストスケジューリングって話なんですけども、えっとですね、すみません、あっ、すみましたね、えっとですね、あの、ま、あ今回でこの前半おしまいという形になります。それで、あの、ウェブページの方ですね、講義のウェブページの方に、レポート課題一というのを、えっと、ま、あ出し出しているというか、あの、出しているっていう言い方の、熟語での言い方がわかんないんですけども、えっと、掲出してまして、 えっとそちら見ていただくと、まあその前半の部分、まあレポート課題1というのにえっ、ー、とまあ答えていただいて、おそらくあの締め切りを12月4日にしてると思うんですけれども、違ったらすみません、えっ、ー、とそこに書い,書いてあるものが締め切りです、書いてあるものが締め切りで、その通りに提出していただきたいということになってますので、よろしくお願いします。はいで、えー、とでえとすね でまあ、次回から、次回で来週ですけれども、来週からまあ後半の話をしていくという形になりますので、まああの,今日の話までで大体そのまあ基礎的というか、まあ、あのこれ、基礎音って言ってますがず,ずっと基礎的なことなんですけども、まあ、まあその基礎の中での,、まあ、その前半のまあ話の区切りが一旦終わるという形になります。でまあ、後半の方はまは、これまでの話を踏まえて、もう少しちょっと踏み込んだ話というか、ちょっと違う話をしていくという形になります。はい であのどういう話、今までし,たかって,していたかというと、まあジ、ジョブスケジューリングというのをやってまして、機械がたくさんあって、ジョブがたくさんあって、その機械にジョブを割り当てて、そのジョブを、まあ、ある順番で処理するということになっていたということです。でまあ、機械とジョブの対に対して、処理時間 PIJ というのがなんか与えられていて、まあ、それに応じ,応じて、何かしらその目的としている最適化の,その目標ですね、それをなんか最小化するようなことを考えていたということになります。はい ここに今出しているのは、これあの、第1回の講義の時に、えー、ときに、目標だっていう、最後のほうに出したものです、まあ。スケジューリングの問題ってあのは、アルファとベータとガンマという三つ組みを使って、まあ、書くんだということを第1回で話をしてまして、まあ、それを与えると、まあ、それに対して効率よくその最適解、最適スケジュールを見つけられますかという問題をまず考え、課題を考えてず、まずこれに答えたいと。でそれは範、ま、囲、あはい、の場合もあるし、異議の場合もあると。 ハイ、まあはい、の場合はその効率良いアルゴリズムを設計しましょうという話になって、まあ、第2回ではその整列に基づく方法でで、第3回では動的計画法というのをまあご紹介したということになります。でまあ、場合によってはその効率を追求していくということになるわけです。で一方で、効率よく最適化に見つけられないという,ふうに思われている場合があって、その場合には計算困難性、つまり NP 困難性というものを証明するんだということをまあ第4回の時に話をしたということになります。でえっと まあ実際そういう証明をしてきたということがまあ重要なことで、まあ、これができるようになってほしいというのが、一つこの講義、半年間の目標になるわけです。あるいはまあそれをです、ね、その例をこのジョブスケジューリングという題材を通して紹介しているということになるわけです。で、この計算困難である、NP 困難であるとしたら、じゃあそれでおしまいかというと、そうではなくて、まあ、それであってもです、ね、スケジュールなんか作らなくちゃいけないわけです。ので、まあ、そういうときにどういうことを考えるのかということが今日の話で、それがこの近所アルゴリズムの設計という、ここの部分になってきます。はいでまあ、この話を今日は えとしていいいきたいとということになりますでもう少し言うとですねその、現代的なこのスケジューリングの理論の、えー、と研究において、多くはですね、この金字アルゴリズムの設計というところに、えー、と力が割かれています。で、あのそれについてですねなんかもう、もう膨大な研究があって、膨大な知識がもう蓄えられているんですけども、まあ、それをその全部紹介することにはならないですし、それを紹介する時間もないですし。 まあ私の記録もないですし、私の理解もないという形なので、まあ、簡単なものだけ紹介したいということを今日はしたいということになります。でその簡単なものというのがこのリストスケジューリングというものです。でこれは割とです、ね、この近似アルゴリズムというあの考え方があるんですけども、まあ、これにおいては割とその初期から、初めの頃からえっと考えられているえっと手法で、えっと、まあ割とその古典的なんですよねで。古典的であるんですけども、えっと、非常に有用。 なわけです、すそういうものをご紹介したいと。で、それでこの近似アルゴリズムっていうま考え方があるんですけども。 まあその考え方とその解析手法というのを今日は身につけてほしいというふうに思うということになります。でもちろん先ほど言った通りですり、ね、このもうこの近似アルゴリズムというものの,です、ね、あの設計手法とか解析手法というものが膨大になってそれらの全てをです、ね、ご紹介するわけではないので、だからこの解析手法を身につけると言っておきながら、まあ、やるのはある一つの解析手法だけをご紹介するということになりますけども、まあ、それによってこの近似アルゴリズムというものがどういう感じのものなのかということをまず理解してもらいたいということがありますし皆さんの,その手持ちの問題に対してもこういう という考え方が適用できるかもしれませんので、まあ、そういう場合には適用していただきたいというふうになります。で今日は扱う問題は、まあ、この大体こ3つあって、えー、とこの機械のです、ね、環境が P のもの、つまり、えー、と並列なんだけども、すべての機械が同一であるという場合だけをまあしょあの考えていきます。でえー、と目標もです、ね、最適化する目的も CMAX と SIGMA-CJ と SIGMAWJCJ とこの3つをやろうと思っています。まあ、これが何だったかということは後で説明してき、もう一度復習しながらやっていきますと。 いうことになります、はい、で今日まずそのやるのはこの PCMAX に対するリストスケジューリングというものです。まあ、PCMAX どんな感じの問題だったかというと、あ先ほど言った通り、P というのがこう一応並列機械、つまりあのどのジョブをどの機械でえっと処理してもその処理時間変わりませんよという形だったので、まあ、そのジョブ JJ の処理時間を PJ と表しましょうというふうにします。で目標としているのはこの最大管理時期。 時刻の最小化ですつまり、まあ、この場合、の場合3つ機会があったら、このようにジョブが並べられると、この一番最後に終わっているジョブのその完了時刻、ここを最長化したいという問題です。で、これはですね、えっ、ー、と前々回ぐらいにご紹介したとおり、今日 m NP 困難だって、難しい問題、まあ、多公式時間でできないかなというふうに我々思っている問題。 になりますでこれ、まあ、多項式時間で解けないからといって、じゃあ諦めていいかというと、そういうことじゃなくて、まあ、何かしらスケジュール作んなきゃいけないので、作りましょうという話を今日はします。はい、で、作り方の一つがこのリストスケジューリングというものです。で、えー、っとリストスケジューリングというふうに、まあ一言で言ったら、ここに書いてあるようなもので、総称されるようなものをリストスケジューリングだと思ってくださいというふうに、ここではやります。どういうことかというと、まあ、今、ここにこ,うこの例の場合、こうジョブが。 9個与えられているんですけども、まずその与えられている序ブをですね、なんか並べます。並べてリストを作ります。リストを作ります。で、この場合は、まあ、あのこの番号順に J1、J2、J3、J4、点々点、J9 までいの並んでいるというふうに思ってください。で、これがなんか一列に並んでいる。なんかこの図では一列になってないる感じがしますけども、これ、一列になっていると思ってください。こういう,こう、こういう感じですね。一列になっている。こう書いても手数に見えませんね。どう書けばいいんだろうな。<laughs> こういう感じですかね。 これも地図に見えないで,ですけども、まあ、そういう形でチ地スになっていると思ってください。で、これをですね、順番に、この今、まあ、こ機械3であるとしたら、この機械に割り当てていきます。で、割り当て方はですね、どうやってやるかっていうと、この図において、これ、ガントチャートって言ってましたけども、これ、時刻があったら、この時刻の線がですね、左からなんか右にこうなんか動いていくっていうようなイメージをしてください。で、その、この時刻の線が、この中どっかにあるんだけども、その時刻において、えっと、 ジョブが割り当てられていない機械があれば、そこにこのリストの先頭から順番にそのジョブを割り当てていきますということをします。今、この時,時刻まあこれ0からスタートするんですけれども、この時刻0においては、M1、M2、M3 という3つの機械はどれ,もど,れそのどれにもジョブが割り当てられていないので、まあ、そこにこうジョブを1個ずつです、ね、ここなんか割り当てていく。リストの先頭から割り当てていくということをします。でそうすると、今あのリストの先頭にあった g h g j, j 3というのが今割り当てられましたとい,いう形になります。でその割り当て,てた 形に沿ってて処理をしてきますで、時刻進めていくと、まあ、ここら辺ですね。この J1 が完了するときには、この時刻の線のところで M1 が開、ね、きます。で、開いたら、このリストにおける次のジョブっていうのをそこに割り当てましょうってことをするということをします。で,ですか。だから今、この時刻において J4 が割り当てられましたと。で、そこからまたこの時刻の線を右に動かしていきます。で、そうすると次、ここですね。J3 が終わるところで、この、えー、M3 が開きますで。そこに次の ジョブですね、リストにおける次のジョブである J5 を割り当てますということをしていく。で次はじゃ J のところが空きましたので、M に空きましたので、次、JL を割り当てますということを繰り返すと。でこんな感じで割り当てられる割り当て,ていくというのがリストスケジューリングです。でそうすると、まあ、何かしらのスケジュールが得,得られるわけです。いいですかで、まあ、こういうのをリストスケジューリングと言います。でち,ょまあ、ちょっと注意なんですけども、これ、リストと言っているが、これは 並べられたものを前から取り出してるから、リストじゃなくてこれ、急じゃないかと。こういうの,こういうのは普通、急ってうんじゃないかというふうに思うと思うんですけれども、これは急です。急なので,で、だから本来は急スケジューリングとかって言った方がいいのかもしれませんが、まあ、歴史上、これはあ、えー、とリストスケジューリングと呼ばれてますので、まあ、ここでもそうするということです。ので、それはまあ、あのまあ用語のあやというか、まあ、歴史をちょっと踏まえてるので、それはちょっとあのご了承くださいということになります。はい でまあ、このような形で、えっと、スケジュールを得ると、まあ、ここの場合はこの JQ が終わったこの時刻ですね。これがその、えっと、最大完了時刻として得られるというふうになるわけです。でまあ、何がしらのスケジュールを得られているんですけれども、まあ、これで,です、ね、その最適なスケジュールが得られるとは限らないわけです。はいでえっと、そうするとこの、このスケジュール、どれぐらいいいのかということがまあ気になるわけです。じゃあ、とりあえず、ま,あ、まずこの最適なスケジュールが得られない。 可能性があるんだってことをまず見てみるためにこういう例を考えましょうと今これ j 1 j 2 j 3 j 4っていう4つのえっとジョブがあって、まあ、この順にリストに並んでいるとしますでこれに対してそのリストスケジューリングのアルゴリズムを適用すると、まあ、JH から順番に並べていとこんな感じになると,ことになりますでそうするとこれはえっと最大完了時刻が8なんですけども えっと実際、こう最適に並べると、並べると、最適なスケジュールを考えると、こう、伝わるような形になって、そのときの最大回路時刻、6になります。ので、まあ、このリストスケジューリングによって、最適なものが得られるとは限らないということが、こういうことかわ分かります。えっと、第3回ぐらいのときに、まあ、うまくいかない例を考えるとかっていうようなことをちょっとあの、あの、言ったかもしれませんけどまあ、そういうのは、このいうですね、なんか単純なアルゴリズムというか、まあ、こういうものでも重要で、まあ、実際にこういうなんか最適なスケジュールが得られないことがあるんだということはまず確認すると。 いうのは重要ですただ、これは最適じゃないんだけども、まあ、6に比べて8っていうのは割と近いですよってふうにか思いたい、思いたいというか、そういうふうな気分がありませんかというと、ちょっと語弊があるんだけども、まあ、そう思いたいんですね。で、その悪さっていうのを量で表したい、6に対して8だから、まあ、そんなに悪くないでしょうって思いたい。で、それをですね、我々はこの比で考えます。 最適スケジュールにおいては最大完了時刻6なんだけども、今、リストスケジューリングではこの8という、えっと、最大完了時刻ができたので、その比率ね、6分の8で。これは計算間違っていなかったら、これ3分の4だと思うんですけども、まあ、これ3分の4倍しか悪くない。まあ、捉え方によっては3分の4倍も悪いんですけども、これは3分の4倍しか悪くないと捉えるという、えっと、恣意的な解釈をします。で、だからこれ3分の4倍しか悪くないんですね。で、今この、この,の悪くなさって、 悪,悪くなさよ良さっていうのをこの比で取ってるんですけども、まあ、もしかしたら皆さんはこれ、差で取ってですね、差を取って8マイナス6の2しか悪くないっていうふうな、あるいはまあ2だけ悪いっていうふうなまあ考え方をしたいっていうふうに思うかもしれませんけども、まあ、それもありえます。それもありえますけども、われわれここでは、その比を考えるっていう立場でやっていこうと思います。で、まあ、それ、まあ、いろんなあの理由はあるんですけども、一つの理由は、っていうのは、 えっと、スケール普遍なんですね。スケール普遍、どういうことかっていうと、今、これ8っていうのは、例えば、もしかしたらこれは8分かもしれないし、8時間かもしれないわけです。で、じゃあ、8時間と6時間の日は、まあ、その単位じゃなくて、3分の4なわけです。でも、もしこれ8時間だと思ったら、これ8時間っていうのをふんに直したら、計算できないんですけども、480ですかね。480分になるわけです。で、6, 6時間をふんに直すと、これ360分ですかね。 これちょっとと単に書かかなないと何書いい何てるか分かんないです8イコール480とかってわけわかんないんで、えー、と8時間っていうのは480分だし6時間っていうのは360分なわけです。で、差を取ってしまうと 480×360 とちょっとパッと分かんないんですけどもこれ120ですかね。120っていう差が出てくるんですけどもなんか、えー、と時間で見ると2なのに。 組んでみると120ってなって、なんか120ってすごく悪いような見え方がしてをしてしまうかもしれないんですよね。だから、この差っていうのは、そういうそのどういう単位で考えるかによって、その数値が変わってくるわけです。で一方で、比っていうのはそういうことになってないから、まあ、そういう意味でも、こういう、まあ、時間をここを扱って、時間がどれぐらい小さくなりますかということを考えたいときには、比の方がいいかなって、気になるかなと思います。でまあ、そういうい何かその これなんか尺度を設けるときにですね、そのなんかスケールとかこの単位に関して普遍であるものを持ってくるって考え方は割と重要でいろんなところで出てくるんですけども、多くの人はこれ気にしないんで、皆さん気にしてくださいってことを一つメッセージとしてお伝えします。はい。で、それを置いといて。で、これはこの3分の4倍しか悪くないっていうふうに言ってるんですけども、もしかしたら違う、えっ、ー、と、入力。 思ってくるとこの悪さっていうのがもっとこの3分の4よりも悪くなってしまうかもしれない。例えばなんか100倍とかですね、そういうことがなんか起きてしまうかもしれないわけですね。で、実際はそれ起きないんですけども、そういうことを今から考えていきたいということになります。つまりこの、この比ですね、この日がどれぐらい悪くなりえますかっていうのを見て、このリストスケジューリングとかこういうそのアルゴリズムの悪さとか良さっていうのを評価しましょうっていう立場で考えてきます。で、それに対しそういうものをもう少し形式化した。 ものがこのアルファ近似という考え方です。でこれはえっと今から定義ななのでこれちゃんと説明していきます。えっとアルファは今まあ1以上の実数だと思ってください。でなんかこのまスケジューリングの問題においてはなんかその問題が固定されて入力が与えられるんですけども、でその入力に対してなんかこうスケジュールっていうものを作ります。でそのスケジュールまあ今シグマっていうものがあったときにそのスケジュールがアルファ近似であるとはっていう言葉の定義をします。 それは何なのかっていうと、まあ、その入力に対してなんか最適スケジュールっていうものがあるとすると、あるとして、それを今シグマスターと書くんですけども、そのシグマスターが与える値、F シグマスターっていうものと、このアルゴリズムが作ったスケジュール、シグマっていうものに対する値、F シグマっていうものを考えたときに、F シグマスター小なりイコール、F シグマ小なりイコール、アルファかける f シグマスターという式が成り立ちますよってことを、 このシグマスターがアルファ金であることの定義とします。で、F って何なんだっていうふうにまず言いますと、これぐらい目的関数です。だからこれはそのスケジューリングの問題に依存してこれ変わってきます。今考えている PCMAX だと、この F ってこれ CMAX だと思ってください。だから CMAX だと思って書くと、これは CMAX、えっと、シグマスターが、えっと、CMAX シグマ以下で、それがアルファかけるこれシグマですけども、えっと、CMAX シグマスターですよって、まあ、こういう形で書けるというふうにまあ思ってくださいと、まあ、それをその代表して、まあ、CMAX じゃなくてもいいので F と書いてるというふうに思ってください,、はい。で、まずちょっと気にしてほしいのは、今考えているスケジューリングの問題というのは大抵、最小化問題なので、最適なスケジュールを持ってくると、それとなんか適当なスケジュール、シグマとその、えっと、最適値というか、値を比べると、必ずこの左側の等式は成り立っています。 例えばこの CMAX においては、その最適な CMAX、その最大完了時刻を与えるようなスケジュールと、なんか適当なスケジュール、シグマの最大完了時刻を比べると、必ずここに書いてある不等号に成り立つということになるわけです。だからそういう意味では、この初めの不等号はまあ何も言ってないというか、それはこの最適スケジュールの定義から出てくる、えー、と当たり前な、当たり前の、えー、と不等号です。で、一方で、この後ろ側の、この右側の不等号がこのアルファ検であることの定義に、えっ、ー、と、 をあの表してている不等式になってますでどういうことかっていうと、この F シグマ、あるいはこの C マックスシグマっていうのは、すごく悪くなってしまう可能性があるわけです。で悪くなってしまうと、この F シグマスターと F シグマっていうのはすごく遠くに離れてしまう可能性があります。けども、実際はそういうことがなくって、その遠くなるんだけども、それが実は上から α 倍の F シグマスターで抑えられますよってことを言ってるというのがこの式の意味です。で、その式の意味をちょっと図で書いてみたのはこ、こんな感じ。 どういうことかっていうと、F シグマスターっていうのと、F シグマっていうのはこの数直線上ですね、つまりなんかその最大完了時刻を与える実数の数直線上に、なんかこの値としてあるわけです。あるんだけども、この F シグマっていうのが、この数直線上の右のなんかどっかにそのあらぬところまで行ってしまうことはなくって、この F シグマスターに対して、F、えっと、α×F シグマスターまでしか大きくなりませんよってことを言っているのが、この等式です。いいですか。 でそういう意味で、先ほど言っていたこの悪さっていうのが、人間に悪くは大きくなりませんよってことを言っています何。どういうことかっていうと、先ほど言っていたその悪さの,その指標の比っていうのは、ここに書いてある、この下の方に書いてあるこの比なんですね。最適な、えっと、最大完了時刻を、アルゴリズムが出力した、えっと、最大完了時刻で割ってる形になってて、この比が先ほどはこれ3分の4だったわけです。 で、そのような形で書くと、これを全体をですね、この F シグマスターで割った形で考えると、この左辺の部分は1になって、この右辺の部分がアルファになるわけです。だから、そのこの比が人間、えー、に悪くなることはなくて、アルファで上から抑えられますよって言ってるのが、このアルファ近似であるという定義の意味です。いいですか,なんか例えば、先ほどの例は、まあ、そのこの比が今、3分の4なので、アルファとして3分の4っていうのを持ってくると、この上の スケジュールっていうのは3分の4近似ですというふうに言えるわけです。いいですか、まあ、そういうのがこの定義です。で、この定義をまず理解するのは重要です。で、この定義が理解できたら、まあ今日半分おしまいぐらいな感じです。で、これは重要な定義。いいですかで、これはその問題を定義して、問題を固定して、入力を固定して、その入力に対するスケジュールシグマがっていうような定義の仕方をしているんですけども、一方で、アルゴリズムが アルファですすい言方もありまそれは何なのかっていうとアルゴリズム A がアルファ禁止ですと言ったときにはその A の出力が必ずアルファ禁止になってるってことを言います。だからそのスケジュールがアルファ禁止であるっていう言い方とアルゴリズムがアルファ禁止であるっていう言い方があってちょっとその言葉の使い方が違うので注意をしてもらうんですけどももう一度言うとアルゴリズムがアルファ禁止であるっていうときは何なのかっていうとそのアルゴリズムが出してくる出力が出力のスケジュールがどれもアルファ禁止である。 ってことといこを言います気持ちは何かというと、アルファが小さいほど、このアルゴリズムっていうのが良いというふうに思いますというような気持,気持ちです,いいですか。ちょっと前のページに戻りますけども、ここで言ってるアルファですね、このアルファ、これは小さければ小さいほど、この先ほど取ったこの比っていうのが小さくなるってことが保証されるわけです。の保証されるのがまず重要,な重要なんですけども、必ずその アルファ禁止アルゴリズムの出力っていうのがは、この比をアルファ以下に抑えるっていう保証があるわけです。で必ずそのだから悪くなってもアルファしかまでしか悪くならないっていう保証があるっていうのはまず重要なポイントだっていうことですね。で、もう1個は、このアルファが小さければ小さいほどその保証できる悪さが小さいので、それはこの禁止という意味でいい解が必ず得られますっていうことも保証されることになります。だから、アルファが小さいような アルファ近似アルゴリズムほど、まあ、いいアルゴリズムだといううに思っているという価値観があります。で特にアルファ1の場合には、これ1以上1以下という形でこの比が抑えられるので、あつまりここのアルファがこれ1の場合ですね。でその時には、このスケジュールというのは、えっと、最適スケジュールになります。なんでかというと、最適値で上かと下から抑えられるからです。F シグマが上と下から 最適値で抑えられるからです。だから、この F シグマっていうのが最適値に等しいってことが言えて、このシグマっていうのが最適スケジュールだってことまで言えます。アルファが1だったら。うん、だから目指しているのは、そのアルファが1になる、アルファが1に近いような、えっと、この近似アルゴリズムっていうのを、アルファ近似アルゴリズムっていうのをまあ作るってことがまあ目標になるわけです。はい。ってことを考えていきましょうってことになります。で、こっちのページあるかな。あ、で、えっと、この時ですね、このアルファのことを、 この、えっと、アルゴリズム A の禁似費とか禁似保証っていうふうに言ったりします。はい、だからこの禁似保証って言ってるのはだからそ、アルファ倍にまでしかはそれ、比が悪くなりませんよっていうことが出力に対して必ず言えるっていうことが保証されてるっていうことが重要なわけです。で、こういうその保証するっていうのは、残念ながらですね、数学にしかできないんですよ。どんだけです、ね、計算機実験を連ねてもですね、これ保証できません。なんでかっていうと、その計算機実験に漏れてる入力があるかもしれないから。 だから、こういうその保証するっていうことができるっていうのはその数学っていうものの技術としての力なんですよね。だからやっぱり、数学ってものはそこにこうあるんだけども、それをその技術として使うっていう立場は非常に重要で、そういうことがこうできるっていうのが、今日やっていくことの一つの話の流れの中に位置づけられているということになるわけです。はい でもう一つ注意なんですけども、今までアルゴリズムと言っていたら、入力に対して出力するものは必ず最適なスケジュールを出力するものをアルゴリズムと呼んでいました。けども、ここので言ってるアルゴリズムっていうのは、そういうものとだから違うわけですで。そういう意味で、この近似アルゴリズム、アルファ近似アルゴリズムと呼んでいるものは、えー、と入力としてはその問題の入力を取るんだけども、出力が変なものなので、問題を解いていません。 だからそういう意味では、その第3回ぐらい、第4回ぐらい、ちょっと何回か忘れましたけど、そのアルゴリズムってどういうものですかってことを一応説明したときに、アルゴリズムこういうものですかよっていうふうに言ったものの定義の仕方とここで言ってるアルゴリズムっていう言葉の意味が違ってます。ちょっとそれはちょっと注意する必要があるんですけども、まあ、気分で今、ここの定義ではアルゴリズムっていうを使ってると思ってください。でこれについては、ちょっとあ、えー、とで補足します。 のものここではまあなんか入力があって、それに対して何かしらなんかあのスケジュールを出しているものをなんかアルゴリズムと呼んでいると思ってください。はい、でそれがアルファ近似になるってうこうアルファを小さくしたいですよという気分をまず持ってくださいということになりますで。このようなアルゴリズムとして今からリストスケジューリングを考えていきます。で一応、今日行うものと今までのものも、あの今まで紹介したいくつかのアルゴリズムもリストスケジューリングと見なせるので、それについてちょっとまとめをします。例えば 上のつこれはその1機械の場合で、これ、第2回ぐらいにやったものが上に3つ並んでるんですけど、例えば、えっと、1シグマ CGA というのがあって、これは何だったかというと、これはですね、えっと、まずなんか、えっと、ジョブを並べるんですけども、それは小テストプロセッシングタイム、最短処理時間優先で並べるということをして、その順に処理すると最適スケジュールが得られますというふうに言っていたわけです。のでそれは リストスケジューリングの、えっと、言葉で言い直すと、その順で並べたリストを作って順番に処理すると、近似子が1の、えっと、近似アルゴリズムが得られます。っていうことを、まあ、その第2回ぐらいでやっていたというふうにまあ思えるわけです。で、同じように、LMAX っていう最大納期ずれっていうものを1機械で最小化しようという問題については、EDD っていう ALLIEST d e d a t e ですね納期の順、納期が早い順に並べて処理していく、あ納期が早い順のリストを使っ作って、その順に えっと処理をしていく。ってことをすると最適なスケジュールが得られますよ、つまり近似値が1の、えー、っとものが得られますよってことをまあ紹介したということになります。で、で前回その中、の重み付きの場合には、この SPT を重み付きに拡張したウェイティッドショーテストプロセッシングタイムっていうのを考えると、そのときにも最適スケジュール得られますよってことを話をして、まあ、近似値の意味で言うとそれは1になりますよということをまあ前回紹介したということになります。で、今回やりたいのはこの下の方です。下のこの P ですね、並列機械。 でえっと、同じものを使う、同じ機械を並列に動かす場合の話をしたくて、まず今日初めにやりたいのはこの PCMAX の場合です。で、一応これ書いてあるんですけども、一応まあ先に、えっと、結論を言うと、任意のリスト、どんなリストでもいいから並べて、それの順にリストスケジューリングを行うと、その時に近似比が2マイナス M 分の1になります。M っていうのは機械数です。まあ、これ PCMAX においては、機械数っていうのは、機械の数っていうのは、えっと、入力として与えられる。 ものですけどもその、えっと、その機械数に応じて、えっと、禁止費がなんか決まってくるような形になります。で、どんなリストを使ってもいい場合には、そういう禁止費なんですけども、リストに工夫をする、まあ、LPT って後で、えっとで説明しますけども、ひ、まあ、一言で言うと、これ、ロングストプロセッシングタイムです。処理時間が長いものほど早く、えっと、リストに並べる、リストの先の方に来るように並べるというふうにリストを 工夫するこれ,、えーとこれあの、どの M につおいても上よりも小さいと言えないかなど、どの M においても上の方が下以上になってます。ので、まあ、そういう意味でこの LPT というなんか特殊な並れ方をすると近似しか良くなる、悪くはならないということが言えます。で、この2つをちょっとやっていこうと思います。で、はじめこの右の方ですね、これやっていこうと思います。 で、一応定理の形で言います。えっと、どういう形かっていうと、まあ、今これ PCMAX PC って問題考えてるんですけども、任意のリストを使ってリストスケジュールをします。スケジューリングを走らせます。で、そうすると、それは2マイナス M 分の1近似アルゴリズムになるということを今からやっていってきます。いいですか。で、ここからは証明するわけです。だから、どんな入力に対しても2、2マイナス M 分の1近似スケジュールが得られるということを言うわけですね。で、でそのためには先ほどの えっと、近似アルゴリズムのところの、金、え、字、っと、アルファ近似の定義に従うと何を言えばいいかっていうと、えっと、えっと、これ今最適値あ、まず2の入力考えます。2の入力考えて、その入力に対して最適値が C スターマックスだとします。で、その時に、えっときに、証明したいのは C スターマックスをこのアルゴリズムの主力、 まあそれ今 C マックスとすることにしますけども、それの比を取ると上から2マイナス分の1で抑えられますよっていう、これを示すのが目標です。これを示すのが目標です。で、それに向かってやっていくと。で、そのためにですね、今この最適値っていうのを C スターマックスと置いたんですけども、これに対してえっと成り立つ性質を2つ確認します。で、相談が今書いてあってあ、あこれ消せないかな。 1>, 1つ目、<laughs> シースターマックスっていうのは、どのジョブ J に対しても PGA 以上ですよと。必ずどのジョブも処理される必要がありますから、最適,解に最適スケジュールにおいてもそのジョブ処理されるわけです。だから、その最適値は必ずその、えっと、ジョブの処理時間である PGA 以上にならなくてならないということが言えます。いいですか で、次、あ、それが、だから、これはそのイメージ図なんですね。イメージ図。えっ、ー、と、C スターマックスってあるんだけども、どの部分も必ず処理されなくちゃいけないから、ースターマックスっていうのは PJ 以上になってますということになります。あ、PJ だから、今、長さを PJ だと思っているとです、ね。これ PJ と思ってると。で、次ですね。えっ、ー、と、C スターマックスはこれ以上です。 これ以上って今、これとかあんまりその指示語を使っていけないんですけど、まあまあ、これ以上です。箱ってこれ以上です。はい。で、これ何なのかっていうと、この輪の部分、これはすべてのジョブの処理時間を足したものです。はい。で、それを M 対数で割ってますと,となります。で、どういうことかっていうと、今、この状況、これ今、最適スケジュールを書いているようなつ,つもりでいるんですけども、えっと、ここに書いてるですね、輪っていうのは、この、えっと、この四角のですね、まあ、面積、 の総和だと思ってほしいわけです、まあ、この高さは1だと思ってもらって、この面積の総和が、これがこの PJ の和だと思ってほしいわけです。いいですかね。で、それを M で割ってるっていうのは、どういう、えっと、イメージかっていうと、このですね、この今選びたいんですけども選び、選べないかな。選びたいんですけども、選べてるのかな。選べてますね。えっと、このですね、青いこの面積を、 この M 個の、えー、と機械に等分にこのふ振り分けましょうということを考えるわけです。でそうすると、この面積が鳴らされます。で鳴らされて、鳴らされたときのその場合の,この処理時間が一番右のところがなんかこう出てくるんですけども、それはこの C スターマックスをこれ超えないわけです。よりも右にはいかないわけです。この C スターマックスっていうのはアンバランスな場合に出てくるこの赤い線なんだけども、それをなんかそのうまくバランスさせると、それはそのこの線よりも右にえっとその最終完了時刻が位置するとかないので、 そういういこことが言えますこれ前回ですねあの分割可能な場合の話もしたんですけども、も分割可能な場合にもなんかこういうのが出てきたってことをまあ思い出すと、その時の話と同じなんだなっていうような、えっと、理解もできます。ということで、シースターマックスはこの2つを満たしますで。これを使ってきますで。これしか使いません、ほぼ。あ、それは言い過ぎなんですけども、もこれを使ってきます。で、でどう使うか。あ書いてあったじゃないか。しまった。すぐもう自分が書いたことすぐ忘れるんですね。 重要なこと,、えー、と、こういうふうにです、ね、これ、最適値がシスターマックスなんですけども、その最適値に対して、それ、最適値がこれよりも大きくなりますよってこという、なんか、不等式を見つけるっていうのが、こういうそのなんか、近似アルゴリズムのその近似比がどれぐらいになりますかってことを考えるときに重要な場合が多いです。 ので、まあそういうことが重要になりますよってことを一応ちょっと、あのここではまず強調しておいて、強調しておく割には今後これ使わないんですけども、えっと、それだけは、まあ、一応言っときます。はい。でそれで、じゃあ今は最適値の方を見ていたので、じゃあ一方でそのリストスケジューリングというアルゴリズムを動かして、その出力が出てくるんだけども、その出力値を CMAX としましょうと。とこんな感じですね。こんな感じです。で、 今ですね、この完了時刻が全体の、全体の最大完了時刻が CMAX になってますから、その CMAX という時刻で完了するジョブがあるわけです。で、そのジョブを JK と書きましょう。で、JK はその CMAX っていう時刻で終わるんだけども、どっかで処理が開始されてるので、その処理開始時刻を T とします。ですか。で、そうすると、何が言えるかっていうと、まず CMAX っていうのは、この T にから、 JK っていう、えー、とジョブを処理してその、それが完了した時刻が CMAX なので、CMAX っていうのは T プラス PK になります。PK っていうのはこの JK の処理,時刻あ処理時間です。この長さ。この長さが PK です。いいですか。だからまずこの、えー、CMAX が T プラス PK だっていう公式は成り立ちます。一方で、T の直前まではすべてのジョブを処理してます。なんでかっていうと、今これリストスケジューリング。ルグ リストスケジューリングを考えてますから、JK がここの,このえっと機械に割り当てられた、その瞬間には、えっの機械のところも、なんかその、ジョブがなん、ほかの機械もなんかジョブを処理してるわけです。まあ、あるいはその同じ事故で終わってるかもしれませんけれども、その直前まではどの機械もジョブを処理してます。ってことは何なのかっていうと、ここのですね、あこれ書きたかったんですけど青、青で書きたい。この T になるまでのこの部分ですね。 今でで囲んでる部分ここはすべてそのジョブの処理で埋まってるわけです。そこはずっとなんかジョブ処理してます。このリストスケジューリングによると。そうすると、何が言えるかというと、今、ここの青い部分の面積はな何でしょうというとことを考えます。青い部分の面積は何なのかって考えると、これは大きくてもすべてのジョブの処理時間を足したもの、J が1から N までから、この PK ですね、これを引いたもの以下になってます。 PK ここで、すねで、それを m 等分し,して得られるのがこの t なんです。だから t っていうのは今書いたここのものを m で割ったもの以下になります。いいですかこれはそのリストスケジューリングの性質から出てきます。そうすると今上にだから t プラス pk って書いてあるんですけどもこの t っていうのが上からこれで押さえられるということが分かります。いいですか であとは組み合わせます。前のページで2つその C m a x スターに対する加戒っていうのを出したんですけど、それを使ってこういうふうに書けます。今 C m a x は T プラス PK なんだけども、T はここに書いてあるもの以下なので、これ書いてあるものプラス PK 以下になります。ここまでですね。で、これ整理するとこんな感じになって、和の部分の係数は M 分の1です。です、ね、PK はここに1個あって、 えっと、マイナス M 分の1がありますから、1マイナス M 分の1っていうのが PK の、えっと、係数として出てきます,いいですか。で、先ほど前のページで言ったのは何だったかっていうと、ここの和、これが C スターマックス以下ですよということを言いました。で、後ろの方も任意の除分に対して、その除分の処理時間は C スターマックス以下ですよというふうに言いました。のでそれで置き換えると、ここに書いてある不等号が得られます。ちょっと書きすぎたんで、今消しますね。 でそうすると、今ここに書いてある CMAX、はい、ス,スタープラス1マイナス M 分の 1CMAX ス,スターというのが出てくると。で、これ CMAX ス,スターでくくると2マイナス M 分の 1CMAX ス,スターというのが出てきて、つまり CMAX っていうこのアルゴリズムの出力の悪さが上から最適値の2マイナス M 分の1倍で抑えられますよという形で、つまりこれ、近似比。 として2マイナス M 分の値が出てきますよということが言えるということになります。よろしいですかこの悪さが上から押さえられるというのは非常にいいわけです。で、こう今のこの,あの近似アルゴリズムのこの解析手法というのは割と典型的なので、まあ、こういうものを、えー、と身につけてほしいということになるわけです。ここまでいいでしょうかで今はこの リス,トとリストとしてまあどんなものを使ってもよい,よい,よいんだけども、まあ、その時にこの2マイナス M 分の1近似アルゴリズムを得られますよっていうふうに言ったわけです。で、ちょっと近似アルゴリズムの定義は、ちょえちょっともう一度見直すと、戻るとかってあんまりよくないんだけども、これですね、このアルファ近似の、えっと、例えばですね、この、えっと、今はだから2マイナス M 分の1近似ですよってことをまあ保証できたわけです。で 実はこのそだから今、今言ったのは、ちょっと消しながら書くと、消しながら書くってうんですね、消してから書くと、消してから書くと、アルファが2マイナス M 分の1にすると、これが成り立ちますよっていうふうに言ったんですけども、別に、なんとか近似ですよってことを言おうと思ったら、別に、えっと、えっと、えっと、アルファが2マイナス M 分の1にとときに、この式が成り立つってことを言ったら、えっと、アルファが別に100でもこれ成り立つわけです。 大きなアルファを持ってきても、別にこの不等式自体は同じようになりたつことが言えるわけです。だから、えっと、もしかしたら今は、アルファが2マイナス M 分の1でこの式に成りたしますよって言ったんだけども、もっと頑張ると、例えば、えっと、1.5マイナス M 分の1とかいう,いうものがをアルファにとってこの式に成り立つす可能性もまだあるわけですね。でそういう可能性をまだわれわれは捨てていません。というか、先ほどの証明からは、そういう可能性があるってことのをまだ残していることになります。 だけども、実際はそういうことはなくてこ、ね、これで言ったんですけども、こういうことが知られてますとか、今から説明します。えー、とどの整数、1以上の整数 m に対しても、今やっているような任意のリストに対するリストスケジューリングというものの近似比が2マイナス1分の1より小さくなることがないということが言えます。つまり先ほど言ったりそり、その今 α 2、α が2マイナス1分の1だったら先ほどの不等式が成り立と言えるんだけども、それを1.5とかに変えると、その不等式は成り立たないことが言えます。成り立たないというのはどういうことかというと、 アルファを1.5にできないような入力があります。もうちょちゃんと言うと、今、これ人間リストに対するリストスケジューリングなんで、そういう入力とそう、えっと、そのなんか悪いリストがあります。もうちょちゃん、りますね。悪い入力と、悪いとい言うと言いませんね。もっと数学的に言うと、ある入力と、その入力に対するあるリストが存在して、そのリストに対してリストスケジューリングを実行すると、その近似比がちょうど2マイナス M 分の1になります。っていうのが人間の M について言えます。 でえっと、一応まずそういう例を書きます。LPT で書いてあるのが LPT じゃなくて、すみません、これはリストスケジューリングって書きたかったんですけども、も LPT は次の話なので、ちょっと間違えてみますて、でリストスケジューリングの出力と最適的なスケジュールをここで比べてるんですけども、もどういう入力を考えるかというと、ここに書いてあるような入力です。 何かというと、処理時間が1であるような、えっと、ジョブが m×m に1個あるとしますで。で、処理時間が m であるような、えっと、出力が1個あるとします。という場合を考えますでで。で、機械の数は m です。で、そういう場合に、えっと、1が先に全部並んでいて、最後に m が置かれているようなリストを考えると、えっと、この上にあるような、えっと、スケジュールが得られます。これ m が4の場合の例で書いてますけども、一般的にこんな感じになって、まずこの1のジョブ、ジョブが、えっと、m 個の、 えっと、機械に、なんか、等分にずっとこう配置されるっていうのが、えっと、M、M-1 回続きます。だから今、ここの処理時間、これ M-1 になってます。書けるかなちょっと、ここ、M-1。見えないですね。これ今、M、M-1 とか書きました。M-1 <う>になってます。で、その後に、この大きなジョブですね。処理時間 M のジョブが来ると、ここにまあ置かざるを得ないということになります。で、そうすると、全体の、えっと、最大完了時刻が2ス1になります。 だからリストスケジューリングの出力は、このリストの場合には 2n-1 になります。で、一方で、最適なものっていうのは、びっしり詰まるような形になっていて、その場合の、えっ、ー、と、なんだ、最大限の時刻っていうのは m になるので、この比を取ると、m 分の 2n-1 っていうのを取る、考えると、これは 2-m 分の1になって、えっ、ー、と、この例においては、ちょうど 2-m 分の1っていう近似が得られてしまいます。 あえっと、リストスケジュールを使うと2マイナス M 分の1っていう禁止比が得られてしまうので、えっと、ちゃんとこの値をですね、2マイナス M 分の1っていう値を、禁、え、止、っと、比としてぴったり取るような、えっと、入力とリストの例があるので、どんだけ頑張っても先ほどの不等式を良くすることはできないということが言えます。いいですかでこういう、だからその、あのこの禁止比がか悪くなるあの例っていうのを考えるのもこれ重要で、 で特にですねそういう意味でこの先ほどの定理にあったこの2 m 分の1っていう禁止はこれよりもよくできないのでそういう近似比のことを、まあまあ、タイトな近似費あるいは先ほどの証明はタイトであるとか先ほどの近似比はタイトであるっていうような言い方をしたりします。はいということでま人、あ、間の,のリストを使うと2 m 分の1っていう近似が得られますよって話を今してきました。はい じゃあ、休憩の後にですね、この LPT を使うと、この3分の4マイナス 3M 分の1っていうのが得られますよって話をしようと思います。じゃあ、3分休憩をします。えっ、ー、とですね、じゃ次、この LPT っていうのをやっていこうと思います。はい。で、えっと、まあ、もうちょっと、LPT って何なのかってことをちゃんと言うと、ちゃんとじゃないんですけども、えっと、いいと、最長処理時間、優先順ですね、ロンゲストプロセッシングタイム、ファースト。で、処理時間が長い順にジョブを並べて、その順に処理しましょうと。 例えば、処理時間が3、2、5、2、4とかってなっていたら、ちゃんと並び替えると <laughs>。並び替えてあげると。で、並び替えてあげて、リストスケジューリングを行うという形にします。で、まあ、これは、えっとまあとで言うように、これで最適なスケジュールがやれるとは限らないんだけども、えっと、禁じアルゴリズムになっていて、それがこの3分の4マイナス 3M 分の1っていう禁似表を持つものになるということになります。はい。で、えっと、まあ、やることは、やることというか、えっと、解析と手法というのは、まず、あの、 この導出をしたいんですけども、えー、とその最適値 C、まず,まず2の入力考えます。それを固定して、それに対する最適値と、このリストスケジューリング、LPT に対するスケジューリングの出力値っていうのを、えー、と固定します。固定します。あ、えー、と固定、えー、と記号で置きます。一方が CMAX スターでもう一方が CMAX と書きますで、先ほどと同じように、まあ、だから目標としては、目標は、えー、CMAX が。 えっと3分の4マイナス 3m 分の 1c、えっと、マックススター以下になるということを証明するということを目標としてやっていきます。はい、そうなんかこういうのは目標をちゃんと書いたほうがいいんですよね。それ書かないというのはまあ横着だということなんですけども、まあ、それはちょっと今書いたから許してくださいと,ということで、それをやっていくということになります。はい、で、次を順番に説明するということをやります。 まずですね、最後に完了するジョブの処理時間が一番短いとして、一般性を失わない。えっと、その、近似費が、このアルファですね、この近似比が大きくなるような入力を、まあ、考えれば十分なんですけども、そういうものってのは、実は、えっと、最後に完了するジョブの処理時間が一番短いものになってますってことをまず言います。まあ、そういう意味で一般性を失いませんと。 で次です、ね、2番、す、え、べ、っと、てのジョブの処理時間 PGA がこの最適値 CMAX スターの3分の1よりも大きかったら、実はその時には CMAX と CMAX スターはあの同じになります。つまり、この条件ですね、だからそのどのジョブも処理時間が長ければ、この,、えっと、の LPT に対するリストスケジューリングによって得られる出力は最適になっています。ということは言えますで。これは割と重要です。 まあ上も重要なんだけど、うん、えっと、だから、だから、だから、この場合にはその、あの、もう禁止も何もなくって、最適なものをやります。LPT でやると。で、これをまず順番に説明やっていきます。で、1番の方から。まあ、これ今、こ代1ということにしますけども、えー、っと、今、えー、っと、LPT で最後にちょ処理されるジョブを JK とします。これですね。だから、えー、っと、この、えーっ,とえー、っと、最終的に、この最大処理、最,最大完了時,時刻 CMAX があるんだけども、そこで終わっているジョブが、まあ、今 JK になっていると。 で今この、この図の例では、JK の処理を開始した後に、処理が開始されるようなジョブもあったりします。ですかだから、そういうことはあり得るんだけども、今、えっと、先ほど言ったみたいに、この最後に完了するジョブが一番短いジョブですよと、つまり、この JK っていうジョブを、えーの、処理を開始した後に、まだそのリストに残っているジョブはないと仮定して、問題ありません。 ってことをままず言いますなんでかっていうと、これがなくても最大完了時刻変わらないんです。<laughs> JK よりも処理時間が短いジョブは JK よりも早く処理開始されませんから、それがなくても LPT による最大完了時刻や最後にジョブジョブ処理するジョブは変わりません。消しましょうと。消すと。でそうすると、今、そういうものがないような、だから今、そういうものがないような入力を考えてるんだけども、それでも、 えっと、LPT は同じ順にジョブを処理していきます。リストにも同じ順にジョブが置かれて、同じ順に同じ、えっと、機械にリストスケジューリング、LPT によるリス,リストスケジューリングは同じようにジョブを置いていって、CMAX としても同じものが得られますあ。このジョブを取り除いた後でも。ジョブを取り除いた入力を考えても同じ CMAX という値が LPT によって得られます。だけども、最適値は変わる可能性があります。 でも最適値変わっても、ジョブは取り除かれているのに、最適値は大きくはなりません。どういうことを言っているかというと、今、削除した後の状況を書いています。削除する前にはここになんかジョブがあったんだけど、削除したあとにはジョブありません。だけども、LPT によって得られる最大完了時刻は変わりません。一方で、削除した後の方の最適なスケジュールっていうのは、元の削除する前の最適なスケジュールの最大完了時刻よりも前にあるかもしれません。 っていう図を今書こうとしてるんですけども、えっと上、えっと、今、下の方の赤い、ここが今、これ CMAX で、読めないですかね。読めないですね。口で言いながら書いてるので、ちょっと読み取ってほしいんですけども、で、右の方が最適なスケジュールで、これ CMAX ス,スターを書いてると思ってください。で、削除した後の方の最適値を CMAX で、えっ、ー、と、プライムをつけて、スターをつけて、こっち上の方は C プライムの MAX と。 いうふうにしましょうというふうにちょっと今文字を置いてます。で、そうすると、今、削除した後でこの、えっと、このアルゴリズムがアルファ禁止ですよとてことが言えてるとすると、上のこの式が得られます。得られます。で、これが証明できれは十分ですよってことを今言いたいわけです。で、なんでかというと、これが言えると、下の削除前の方でも同じようにアルファ禁止だっいうことが言えるからです。で、なんでかっていうとこのまず C、今ここまでで述べたことから、C' と C' これ変わりません。変わりません。 C プライムスターマックスっていうのは元の C マックス、C スターマックスよりも後ろに来ることはありませんと、上位の数が減ってますから、だからこういうふうとしてやれるわけです。で、これを置き換えると、この C マックスと C スターマックスに対しても、このアルファ倍だっていう関係が得られるということになります。だから、何を言ってるかっていうと、削除後のインスタンス、えー、と入力に対してアルファ近似ですということが言えれば、削除前のものに対しても言えるから、削除後のもの、つまりこれですね、最後に処理した 最後に処理が完了するジョブが一番処理時間が短いジョブであるというふうに仮定してよいということになります。いいですかで、これはまず、お題1です。これ、後で使います。で、次、お題2。何なのかというと、すべての、あ、で、今、えっと、LPT 順にもあのジョブを並び替えて、J1、j に点点点 JN というふうにしましょうと。つまりま、J1 の処理時間が一番長くて、JN のあ、えっと、PN っていうのが一番小さいというふうに仮定しましょうと。これは、ソーティングすればできると。 でそのときに、まあ、この PN が3分の C スターマックスよりも大きい、つまりまあどのジョブの処理時間も C マックススター ÷3 よりも大きいときには C マックスと C マックススターが同じですよ、つまり LPT 順によるリストスケジュール、リストスケジューリングによって最適値が得られますということになります。なぜか まずです、ね、こ,こ,のかこれ仮定しますね。これ,かこれ仮定すると、何が言えるかというと、各機械が処理するジョブの数は2を超えられません。これどういう図なんだろうちょっとこれ自分で書いた図が分かんないんですけども、どういう図、なんでここ空いてるのか分かんないんですけども、なんで空いてるのか。も、え、し、ーね、じゃあ、もしもしじゃあこれあるある機械、ある機械において、ジョブが3つ処理されているとしましょうと。 でそうすると、これ、この、えっと、処理時間はどれも C スターマックス割る ÷3 よりも大きいので、この全体のこの完了時刻っていうのが C スターマックスよりも大きくなります。あこ,うこういうことがあると。ある機械が3つジョブを処理しているとすると、えっと、各ジョブの処理時間が、えっと、C スターマックス割る ÷3 よりも大きいので、全体、この機械における最大完了時刻が C スターマックスを超えます。 でもこれ、最適なんだから、これはありえないわけです。もっとちゃんと言いますね。もっとちゃんと言うっていうのは何なのかっていうと、そうだからありえないわけです。ありえないわけです。だから、えー、とどの機械も必ず、えー、と処理するジョブの数は2以下になります。ということは分かると。じゃあ、その時に LPT ていうのも,のものが何をするのかということを考えてみます。で そうかここで、これは出てくる。ちょっと今、なんか、っと今配置が悪かったんですけども、今、えっとこんな形になって今えっと。えっと機械があるんですけども、ええっっとと各機械にはジョブが2つしか割り当てられないので、そもそも、ええっっとと機械の数っていうのはえっと 2n 以下にした逆かなちょっと今、ってくださいね。 逆で、えっと、ジョブの数は少ないと言いたいんだから、N が、2N が M 以下ですね。2N が M 以下じゃ,ない,下じゃな,いないといけないという形に。ちょっと待って、えっと、うそを言ってる、うそを言っている。すいません。えっと、こういうのはちょっ、もともとか。えっと、各機械に、各機械に2つしかジョブを当てられないんだから、頑張っても 2M 個しかジョブが起きないわけです。だから、N は 2M 以下になっているということになります。はい。で、えっと、実際に、 リストスケジューリングを行うとどういうことが起こるかっていうと、えっと、この LPT においては、ジョブの、えっと、処理時間が長い方から置いてきますから、はじめ、こういうふうに置いてきますと。M 個のジョブを置いてきます。で、えええっと、ジョブがですね、M 個よりも少なかったらこれ,これでおしまいで、最適なスケジュールが得られるんだけども、そうじゃない場合には、余ったものをこの処理時間が短いところが先に終わるので、でそこから順番にこう置いてきます。ってことがあって、えって、と、2M-N 個の 機械においては一つだけしかジョブが置かれなくて、n- m 個の機械には二つジョブが置かれるっていう形になっているということになります。で、まあどこかでえー、っとこの最大完了時刻を与えるようなジョブがこうどこかにあるわけですけども、えー、っと今ここのえー、っとスケジュールがですね、これ最適なスケジュールだことを言いたいわけですね。つまりえー、っとどういうふうに言うのかっていうと。 えっと、まずですね、えっと、こういうふうに割り当てるんですけども、一般的に最適なスケジュールにおいても、えっと、このどの機械でもジョブは2つしか割り当て,り当てられないので、えっとい、1個しかジョブを割り当てない機械が 2m−n 台あって、2個ジョブが割り当てられる機械っていうのが n−m 台あるというのは、これ変わらないわけです。どのようにジョブを割り当てようとしても。でそうすると処理時間最大処理時間 最大完了時刻を最小化しようと思ったらこの1台、1つしかジョブを割り当てないようなところには、処理時間が大きいジョブをまず割り当てると、えっと、この最大完了時刻が小さくなるなということが分かります。であとはこのの、残ったところなんですけど、もう残ったところも、えっと、処理時間が大きいものと小さいものを組みにするというのを順番にやっていくと、ここの最大完了時刻が一番小さくなるということが、そのペアの考え方を考え、えっと、見ていくと分かります。 でそれは取りも直さず、この LPT 順に並べたスケジュールと同じになるわけです。言ってること分かりますかねもう一度言いますね。えっと、今、この、ジョブの数が少ないので、一つしかジョブを割り当てない機械には、処理時間が大きいジョブをまず割り当てて、そうじゃないところには、長いものと短いものっていうのをペアにするっていうのを順番に繰り返して、ペアを作るっていう形で、 2つのジョブを割り当てるっていうふうにすると必ず最大完了時刻が最初になります。で、そのような割り当て方をするっていうのは実は LPT の順番でリストスケジューリングをやったものと同じ形で出てくるので、つまりリストスケジューリングが最適になっているということが言えるということになります。ちょっと口だけで言ってるとあんまりよくなかったんですけども、まあ、結論は正しいです。ということで、今2つその言いまして、答え1と答え2っていうのがあったので、それを組み合わせて、 えとやっていきますで、今、LPT 順に、えー、とジョブが並んでいるとします。でそうすると、任意リストのときと同じように、この C スターマックスっていうのが、この2つの不等式を満たすということが同じ理由から分かります。何だったかっていうと、任意のジョブの処理時間と,、えー、と C スターマッ,ス、C、マックススターを比べると処理時間の方、処理時間が C スターマッ,、C、マックススター以下になると。で、処理時間の和を M, M で割ったものも、えー、と最適値の係りになっているということが、まあ、同じ理由で,で言えます。 でこれを組み合わせまますすとなりますでそうすると、まあ、その古代位置から最後に処理が終わるジョブっていうのが JN であるっていうふうにしてよいっていうふなものがあったので、それは仮定します。仮定します。でそうすると、先ほどの,その任意率の時と同じように考えると、最後に処理が終わったジョブが JN で、そこまでのその処理開始時刻を T とすると、ここに書いてある2つの式が得られるっていうのが、先ほどの任意率の場合と同じ理由から分かります。 先ほどはこの PN じゃなくて PK だったんだけども、今はその最後に終わるジョブっていうのが一番処理時間が短いジョブであるっていうことが言えているので、その PK が PN に変わってます。で、でここも PK が PN に変わってます。で、T はこれで上から押さえられるという形で、あとは先ほどと同じような計算をしてきますということをやっていきます。ですね。で、注意しなくちゃいけないのは、えーと、どのジョブの えと処理時間も3分の C スターマックスよりも大きかったら、もうそのときはリストスケジューリングによって最適なスケジュールを得られるって分かっているので、そのときは除外します。だからそうじゃなくて、えー、と特に一番、えー、と短い、えー、と処理時間を持つ序分の,の処理時間が3分の C マックス,スター以下であるときだけ考えればよくって、そのときにここに書いてある T プラス PN っていうものの上階を上から押さえていきます。で、ここからここまでのこの等式の変形は先ほどの任意リストの場合と同じ。 ですで前の部分は、えー、と先ほどと同じように C スターマックスで抑えられまして、後ろの部分は PN なんだけども、PN はこの過程から3分の C マックス,スターで上から抑えられます。ここで得するんですね。で、それで、えー、と C スターマックスでくると3分の4マイナス3分の1で出てくるという形になります。いいですかという形で、まあ、場合分けがあるんですけども、まあ、2つの補題を使うことによって、こういうふうにうまく。えーと 計算というか、近似比が抑えられるようになるっていうのがうまあいところになっていて、まあ、実際こういう結論が得られて、えっと、3分の4マイナス3分の1近似になるってことが分かるということになります。よろしいでしょうか。はい。ということで、じゃあ、じゃあ、えっと、任意率のとと同じように、じゃあ、この3分の4マイナス3分の1っていうのは、これよりも小さくできないんだろうかって思うんだけども、残念ながらできませんと。だからそのできないよ、できないような例があります。 では次のページで、すみません。次のページで、えー、っと、これですね。LPT に対するリストスケジュールの禁止費は3分の4マイナス 3M 分の1よりも必要ないような例があります。で、えー、っと、これはですね、残念ながらというか、一般の場合はレポート問題にしたんですけども、えー、っと、ここに書いてあるのは、えー、M が3の場合の例です。 でどんなことかっていうと、M が3なんで、これはどういうふうに計算されるかっていうと、これ計算できないんですけども、3分の4マイナス3かける3分の1なんで、えー、っと、9分の11ですかっていうふうになると。で、実際に、えー、LPT でスケジュールすると、最大完了時刻が11になって、最適な場合は9になるっていうような例があります。で、書いてあって、まあ、5が2つ、4が2つ、3が3つ。<laughs> これ、一般的かできるかどうかちょっとわかんないんですけども。 そうすると、LPD だとこの順に処理します。そうすると5、5544333というふうな形で処理されて、えー、っと最大完了時刻が11になるんですけれども、これをですね、えー、っとうまく詰めると、ちゃんとぎっすり詰まって、最大値が9だと分かるということになります。ので、これはまあこの例では9分の10が達成されてしまうということになります。まあ、あのレポートではこれ一般化してくださいという形になります。書きたいんですけども。 書けなない一般化してくださいという形になりまして、まあ、この例をじっと見れば分かるかどうかということはっと分からないかもしれませんけども、まあ、あの目標とする値はあるので、LPT がどんな値を取って書けないや、LPT が、これ、たまに書けなくなるんですよ。よしょ。で、これで書けるかな、ね。書けない、選べない、まず選びたいんですけども、選べない。 これ青は青を選べるあ。でも書けないあ。書けた。ってことは、これを選んで書ました。書けましたね。はい。ってことで、えー、LPT がなんかど,どんな値を取って、最適値がどんな形になるような入力を作ればいいかってことは、まあ、この,あの目標とするこの近似比から類推、まあ、してもらって、それになるような例をうまく作ってもらえればいいかなというふうに思います。はい。ここまでが、 えっと、この PCMAX だったんです一応この2つくあの比べます。2リスの場合は2マイナス M 分の1っていう、えっと、近似比が得られていて、えっと、LPT の場合には3分の4マイナス 3M 分の1っていう近似が得られてるんですけども、これ M を横軸にして、この、えっと、値をプロットしています。で、そうすると、まあ、M が1以外の場合においては、えっと、この2マイナス M 分の1の方が3分の4マイナス 3M 分の1よりも大きくなってます。 で、これ、M を大きくすると、上の方は2に収束していって、下の方は3分の4に収束していくという形になっているというような近似比になっていると。まあ、そういう意味で、その近似期の意味では、この LPT の方がいいですよということが、まあ、こういう、まあ、式見れば分かるんだけども、まあ、一応、プロットもしてみましたということになります。はい。で、初めに言っていたアルゴリズムの定義のちょっと反省をここで行うんですけども、本来、アルゴリズムっていうのは、正しい出力を行わなくちゃいけなくって、対的スケジュールを出力するものを、 アルゴリズムと言っていたはずだったんだけども、じゃあこのアルファ近似アルゴリズムって言ってるのは、最適化に出力しないから、アルゴリズムと言っていいのかっていうようなことが、形式的には問題となります。で、これは問題で解決できませんので、一応、こういうふうに考えるといいんじゃないかなっていうあの思いを一つお伝えします。一つは何かというと、問題そのものを変えます。だからそのアルファを出力する ことを要求するっていう問題にするんだったら、その問題に対してアルファンジアルゴリズムは正しいアルゴリズムになってます。ので、まあ、そういうふうに考えるのが一番やりやすいかなっていうふうに思います。だからそうすると、このアルファンジアルゴリズムっていうのは、元の問題を解いてるわけではないので、それは注意をしてください。我々なんか、解くっていう言葉を非常に乱暴に使ってます。ああの一般生活において。で、それは本来許されませんので、えー、と解くっていうときには、皆さんがその、何だろう。 技術的な場面で解くという場合には、何をもって解くということを言ってるのかってことの意味を明確にしてください。でちょっとそれはメッセージとしてはちゃんとお伝えしたい。特に金字とか、こういうものを扱うときには、それが非常に、えっと、前面に出てきます。ので、それは注意をしてください。よろししくお願いいますはい、で これで、えー、PCMAX の話が終わって、大体これで今日の話のメインは終わったんですけども、あとはほぼ雑談です。で雑談を25分もするのかっていうふうに思うんだけども、まあ、雑談を25分します。だから、照明とかあるんだけども、一応、まあ、なんか気分だけしかお伝えしたい。まあ、今までも気分しかやってないじゃないかと言われるとそうかもしれませんが、もっと気分が強くなります。で、えー、P シグマ CJ っていう問題を考えます。これは何だったかっていうと、小官僚時刻の最初がですね、だから今こういうふうに並べたら、この今赤い 矢印があるんですけども、まあ、これの和を最小化しましょうってう問題です。で、これは、えっ、ー、と、すでに我々は多項数値が、ね、解けるってことを前回述べてます。前回は一応、何をやったかっていうと、R シグマ CJ が解けますよってことを言いました。で一応、その解き方っていうのはアプロックあるいは復習動画じゃなくて補足動画の方で述べていて、2、え、部、ーえー、グラフの最大重みマッチングっていうのを使いますよってことだけは一応紹介したっていう形になってます。で、それをやると、まあ、一応計算量としては M3 乗、M3 乗ぐらいの時間でまあ解けますよって形の話をご紹介しました。だけども、実はこれ、リストスケジューリングを使うともっと簡単に解けますってことをご紹介したい。で、それを言います。 で、何なのかっていうと、まあ、一応、計算量で言うと、N プラス N ログ N。まあ、この計算量はあんまり重要じゃないんですけども、まあ、一応、早く解けますとう。だから、リストスケジュールを使うと簡単に解けますということを言いたいと。で、どんなリストを使うかっていうと、SPT です。小テストプロセッシングタイムです。だから、えっと、なんか、えっと、ジョブがあったら、それを、えっと、処理時間が短い方から先に来るように並べるということをします。で、それでリストスケジュールを、リングを行うということをします。で、ちょっと思い出すんですけども、 1機械の場合には、これによって最適解が得られるということをもうすでに紹介しました。ので、実はこれは P でも同じことは言えますよということになっているわけです。だから、すごいわけですね。すごいといか、SP ってそういうことですということになって、それがまず1つおもしいことと、もう1個面白いのは、先ほど PCMAX のときには LPT だったんです。Longest Processing Time、長い方から順番に並べますよって言ったわけですで。そうすると、なんか近似比が。 いいもので、あの抑えられるような近似アルゴリズムが作れます。よって風に言ってたんだけども、えっとシグマ cj の場合は spj はいいですよ。ってことになるわけです。だから、我々はその何を最適化したいのか、っていうことをえっと変えるたびにその何を優先すべきかってことが変わってくる可能性があるわけです。 でこれはそのモデリングの意味でも重要で、そのどういうそのものを最小化しようかというふうに考えるかによって、考えるべきアルゴリズムが変わってくるというのは当たり前かもしれませんけれども、リストスケジューリングにおいても考えるべきリストが変わってくる可能性があるということをまあ言っています。ので、皆さんもなんかアルゴリズムをえっと設計するときには、そういうことがあり得るんだということは、ちょっと肝に銘じておく必要があるということになります。では、えっと、この P シグマ CG に対して SPT がなんでいいのか、なんでこれ最適解を返すのかということをご紹介します。 あこれ復習るとで、証明の気分、しか言ってましけど、証明の気分をお伝えします。今ですね、えっと、SPT に従ってジョブを並べてリストスケジューリングを行っていくとします。そうすると、ジョブがの、えっと、処理時間が短い時にこうな、えっとこう機械に、えっと、割り当てられていきます。 で、一旦、まあ、そのすべての機械にジョブが割り当てられて、えっと、次のジョブを割り当てようとしたときには、ジョブが一番早く完了した機械から割り当てるので、これまた上から順番にこう割り当てられることになってきます。で、重要なのは何かっていうと、えっと、勝手な順番で、えっと、ジョブを処理すると、なんかこんな感じになんか例えばなったりして、ここで終わるんだけども、この、このジョブが完了したところに、このジョブをつけると、 その完了時刻がまだ他のそのすでにスタートしているジョブよりも早く終わる可能性があります。これはなか適当な順であると、こういうことは起,き起こりうるんだけども、SPT ではこれは起きません。なんでかっていうと、新しく追加されたジョブっていうのは、今まで処理,処理されているジョブの処理時間よりも、その処理時間を長く持ってるから、まあ、同じかもしれませんけども、それが短いこと,ことはありえないからです。だから、からこういうことは SPT はありえない。ありえない。 SPG の機においては、なんか順番に並え、書いちゃった。順番にこうなんかジョブを、えっとならえっと、処理していくんですけれども、それが終わる順っていうのが,こが階段状になっていて、その次ののがこう階段状になっているというのが保証されますでで。それが続いていくという形になるわけです。でまあ、どこかで、えっと、全てのジョブが、えっと、配置されて終わると。あアロイズムが定義するという形になります。で今ですね、えっと、目標 えっと最適化したい目的はシグマ CJ なので、例えばこの3つジョブが置かれているところは、えっと、どういう形になっているかというと、1つ目のジョブの、えっと、処理時間が3回足されて、2つ目のジョブの処理時間が2回足されて、最後のジョブの処理時間が1回足されるという形で、その処理時間に何か係数をたかけて足したものが、えっと、目的の関数値になります。 でまあ、この例の場合は、ここら辺のえっとジョブには係数3をかけて、ここら辺のジョブには係数2をかけて、この緑色のジョブには係数1をかけて、足しましょうというのが、このシグマ CGA という目的関数だったわけです。でこれはちょっと前回のえっと補足動画を見た人には馴染みがある図なんですけども <laughs>、見てなかったらこれで紹介しますと。これはどういうふうに思うのかというと、ジョブをですねこの機械とこの係数の枠に割り当てる。 と,と思いましょうと例えば、ジョブ J1 っていうのをここに割り当てたら、それはえっと機械 M3 で処理されるんだけども、その時のえっと係数がその2となりますと。つまり J1 の処理時間に2をかけて、このシグマ CJ に達してきますよってことを意味すると思ってください。でそのように今、ジョブが N 個あるんですけども、その N 個のジョブをこの四角の中にうまく割り当てて、その えっと、何とかかけると、係数かける処理時間の和っていうのを最小にしたいですよっていう気分になってるわけです。で、今は、どういうふうにすればそれが達成されるかっていうと、これは割と単純で、処理時間が長いものほど、この、えっと、係数を小さくすれば最適になりますっていうことが簡単にわかります。だからどうすればいいかっていうと、処理時間が長いものから順番にこう並べていけばいいわけです。 でそうすると最適なシグマ c g を持つようなスケジュールが得られます。で、一つポイントは何なのかっていうと、今これ上から順番に長いものを並べてるんですけども、この係数が同じところは順番を入れ替えてもそ足される数値は変わりません。いいですか だから、じゃあ今、これ一番短いところを見てみましょうと、今、これ一番短いところを見てみると、一番下が短くって、そこから短い順に上に並んでいて、短い順に1番、2番、3番、4番って順番に並んでるんですけども、その順番を1番、2番、3番、4番っていうふうに上からにしても、この目的関数値これ,これ変わらないわけです。それは、古いものを直さず何をしているかっていうと、SPT において初めの4つのところに一番短いものを置きますよって言ってるのとこれ、これ、これ変わらないんです。 でかける2のところも同じように、短い順に上から並べていきましょうというふうにすると、こういう、とここからですね、あ順番が違いまして、ここからですね、ここから短いものを、一番短い、残っているものの中で一番短いものをここに置いて、こういう順番で短いものを配置していくっていうふうにすると、この赤いものが得られるという形になるわけです。つまり、ここに書いてあるような割り当て方っていうのが、SPT に従うリストスケジュールにか得られるということが、今のようなことを文章にすると、証明として書けます。 という形で SPT によって最適なスケジュールが得られるということが分かります。という証明のお気持ちをご紹介しましたということになります。はい。という雑談で終わるんですけれどもで、最後にこれをやります。えー、P、シグマ w j c g に対するリストスケジューリングをやります。で、これをですね、これも、あのこれ難しいです。難しいので、あのかあの完璧にあの証明の気持ちすらもお,お伝えしないんですけれども、重要なことが2つあって、 一つは何かっていうと、この、えー、と結果を得たのが日本人だったことです。えー、とこれ、川口キャンっていうあの論文があって、これは川口千代先生と、川口千代先生は川口千代先生なんですけども、キャン正義さんという方が、ちょっとい方がわよく分かんないんですけども、えー、とこれはお二人が琉球大学にいたときに書かれた論文で、これは割とこのなんかスケジューリングの理論においてはよく聞かれてると思うんですよね。なんか日本、もしかしたら、嘘を言うかもしれませんけども、日本人が、 日本人って言っちゃあああいけないかな。日本の大学に所属していた人が書いた論文の中で、もしかしたら一番、あそ理論の論文で一番引用されてるかもしれません。ちょっとこれ、ちゃんと喋べってないから分かんないんですけども、でもそれぐらい割とよく知られてる結果、それはまあ紹介したいと。で、この論文は難しいので、えっと、その後でその,あの論文の証明に対してオ、オルタナティブプース、別証明が与えられていて、まあ、こっちのほうが短いんだけども、短いといっても5ページぐらいあるという感じで。 まあそれはちょっと全貌はご紹介できませんけども、まあ、雰囲気はご紹介したいというふうに思っています。はい。だから、日本人もこういうところでちゃんと活躍しているんですよというってことをまずあ日本人って、ね、日本人がどう,かどうか確認してないので、あんまり日本人でいいかとは言,言えないんですけども、日本の大学に所属していた方の、えっと、そういう結果があるということをご紹介したいというふうに思います。で、まあ、どういう問題だったかというと、WGA というのは各ジョブになんか重みがついてますよということですね。でその重みを WGA として、 WJ× 完了時刻 CJ の和を最小化しましょうっていう問題だったってことを前回やりました。で、これ1機械の,機械の場合は、ウェイティッド小テストプロセッシングタイムっていうルールで最適解が得られたんだけども、実はこれ P っていう形になると、これは強 NP 困難だってことが知られてますと言いたいんですが。 えとこれはいろんなところにローラーの結果と書いてあるんだけども、ローラー、アンパブリッシュドマニュースクリとか書いてあって、出版された形式がないんですねで。出版された形式がなかったんで、一応これはレポート問題にしました。こんなことしていいのか分かんないんですけども、まあ、一応私が考えた限り、まあ、割と簡単に今日 NP 困難だって証明,証明できそうだったんで、まあ、皆さんも考えてくださいということになります。はい。で、えー、それは置いといて、だからまあ今日,日 NP 困難なんで、多、まあ、公式時間で、 えっと最適なスケジュールを見つけようとは思わない形になって、近似アルゴリズムを考えたいということになります。で、やるのはリストスケジューリングなんですけども、そこで使うリストは、この WSPT、先ほど言っていたウェイティッドショーティストプロセッシングタイムという形になります。つまり、この処理時間を重みで割ったものを小さい方から順に並べます。というのが、えっと、アルゴリズムで、これが1 2分の1プラスルートに近似アルゴリズムである。もうこれは 味わい深いですね。<laughs> 我々は、えっと、常に処理時間は有利数だと仮定していたはずなんですけども、有利数がある有利数を行うと無利数が出てくる。おかしいですね。ということになるんだけども、これは最悪の場合にこうなるということになります。で、実際に、えっと、この禁止費よりも、 良い近似比を持つようなアルゴリズムあ、えっとえっと、こ,このアルゴリズムの近似比がここに書いてある数値よりもよくできないということがさ先ほどの LPT のときと同じような形でなんか例を作って示せます。まあ、それはちょっとあのクォーテーション付きで示せますなんですけども、まあ、これ無理数なんでねクォーテーション付きで、まあ、あの注釈付きで示せますという形になるんですけども、まあ、いずれにせよこの味わい深い近似比がどういう形で得られそうなのかっていう ことを完全に紹介できないので、概要だけを紹介します。で、付録もありません。付録にするほどちょっと記録がなかったので、もうあの、えー、っと、この論文、そのオルタナティブプルーフが書いてある、しょえー、っと、論文の内容に沿って紹介しますけども、詳細はそちらを見てくださいということになります。あ興味があれば。で、個体が3つぐらいあります。まずですね、これです。この重みが、処理時間と同じ時に証明すれば十分だこと言えます。 これはですね、えっと、論文の中では10行ぐらいでやってるんで、そんなに難しいことこじゃないです。けども、まあ、紹介しません。だから、その一番、近似が悪くなる場合っていうのが、こういう場合です。その重みが処理時間と同じ場合になるということが言えます。それで、その時だけを考えます。で、この場合は、1機械に、1つの機械に割り当てられたジョブが、どんな順あ、だから先ほどですね、この順番で並べますよっていうふうに言ってたんだけども、これがどれもです、ね、1になるんです。 だから、どの順番で並べても WSPT になります。で、その,その順番、まあ、どの順番で並び替えても WSPT なんですけども、それで一つの機械に割り当てられたジョブを見ます。で、そこのところにおける、これですね、えーと、重みと完了時刻の和っていうのは、こういう形で書けます。で、これは順、えー、とどの順番に並べたかに依存しません。 で、これがまずどういう量なのかってことを説明するんですけども、えっと、初めに書いてあるのは、これは、そこの機械に割,割り当てられたジョブの処理時間の2乗の和です。2乗の和です。で、後ろの方は、そこに割,割り当てられたジョブの処理時間の和の2乗です。いいですか。で、それの2分の1です。で、これは前回の図を思い出すと分かるので、前回の図を書いてます。これ何なのかっていうと、えっと、まあ、ジョブがなんこんな順で、 こ,っちかなこんな順に並んでるんですけども、えっと、これは、えっと、どういう図だったかっていうと、横の長さが、えっと、処理時間でで、縦の長さが重みだったんだけども、今、重みは、えっとえっと、処理時間と同じであるっていうふうに仮定しているわけです。そういう場合を考えています。そうするとここら辺に置かれている、この、あで、何をするかっていうと、ここの、えっと、重みはですね、重みはっていうのがこの図形の面積になりますよということを前回言いました。 で、重要なのは、ここの今、地下でがっている部分、これは正方形なんです。正方形で、えっと、ここの縦の長さも横の長さも同じです。で、それがこの PJ の相場になっているという形になっています。で、求めたいのは、この面積で、この面積がこれですよって言ってるです。で、どういうことかっていうと、この部分、今、三角形考えましょうと。で、この三角形は、高さがシグマ PJ で、 底辺の長さもシグマ PJ の三角形だから、その三角形の面積はシグマ PJ の2乗の2分の1です。で、余ってるところがあります。余ってるところは、それぞれのところのこの高さ、高さ底辺、あるいは直角二等辺三角形の一辺の長さがこれ PJ になってるわけです。だからその各、各 J に対してその三角形の面積、つまり PJ の乗の分のっていの足してあげると、このわけです。だから、各 J に対してその三角形の面積、つまり PJ の2乗の2分の1っていうのを足してあげると、 面積が全部出てきままうといいい形になりますいいですかでかこれは並び順に依存しません。あこの場合ですね。だからこれ WJ=PJ だからそれは言えるんですけども、並び順に依存せずにこういうのが出てきますということは言えます。で、これ後で使います。はい、で、次。もうこれがもうあの説明不可能な話題なんですけども、えー、とこれで先ほど WJ と PJ 同じ場合だけ考えれば十分でしょって言ったんですけども、もっとその考えれば十分な入力を限定できます。 でどんな感じかっていうと、処理時間が大きなジョブっていうのが、たかだか m-1 個あります。で、それらの処理時間は全部同じであると仮定してよい。で、他のジョブは、まあ、小さなジョブと呼ぶんですけども、他のジョブはもう微小です、イプシロン。で、これも全部同じとしてよい。ってことが、変換をなんか繰り返していくんですけども、それによって、えー、と言えます。これはこれで味わい深いんですけども、ちょっとこれは紹介できないんで、だから気分はこんな感じです。 今ですね、大きなジョブの数は m-1 以下なんだけども、それを今、u とします。で、この大きなジョブの、えっと、は処理時間、これ全部同じなんですけども、それを今、p とします。で、小さなジョブはこれの処理時間、これ全部同じでこれ、微小なんですけども、それをイプチョンとします。でそうすると、われわれはこの、だから微小な処理時間を持つ小さなジョブと、p という処理時間を持つ大きなジョブしか持ってないとなります。で、大きなジョブは u 個あると。 いうこ,となんでこの WSPT として先に小さなジョブを処理してその後に大きなジョブを処理するという順番を持ってくるとこういうような、えー、とスケジュールが得られます。この細いところこれはその微小なジョブが並んでいるところでこの、えー、と長いのが大きなジョブです。だからこの例においては U が2になっています,ですか、ねで。最適なものを作ろうとするとこんな感じになると,ということになりますで。全体をスケールするとこの小さいものが微小なものが埋まっている部分の えっとえっと、処理時間の、えっと、部分、これを1であるとこれ、これも仮定してよいです。これ全体をスケールします。スケールするか、スケール数が何倍化して、えっと、この長さが1になるように、えっと、仮定しますこれ。これも仮定できます。一般性を失わずに。で、何するかっていうと、この場合に最悪のこと,ことが起こるって言ってるんで、これにおける近似費を具体的にこれ計算するわけです。 こんなで計算しますちょっとこれ、式を本当は説明しようと思ったんだけども、あんまりなんか説明しても緑がないんで、あんまり言いませんけども、先ほど、古代 B っていうのがあって、これあの、並び順によらずに各機械の、えっと、重み付き処理時間の和ちっ重、重み付き完了時間の和、完了時刻の和が計算できます。ように計算できます。でそれを書くと、えっと、WSPT の方が上ですね。 なって最適なな方が下になるっていうこといで、これは先ほどその導入した、えっと、U と U っていうパラメーターと P というパラメーターとイプシ Y というパラメータとあと機械数 M に依存してこれ決まってくるという形になってます。はい。で、これはだからえっと今か U と P と M、U と P と M とイプシロンを決めるとこれが決まるんですけどもイプシロンはまあ微小なのでイプシロンはまあなんかゼロに飛ばしちゃいます。そうするとまあここら辺消えます。 で消すのかかななまだ消消えてなかった消す前に、えっ、ー、とですねこの、えー、と分母と分子を2分の m で割ります。そうすると、なんかこんな形になって、何をどうやってるか分かんないかもしれませんけどこれ、これ、この2分の u を2分の m で割ると、m 分の u が出てくるんですけども、その今、m 分の u を x と置き,置き直してます。 でそうすると、ここら辺の U の部分が変わって、ここら辺もなんかこう変わってるかって形で、こ、えー、れで、えー、と M が実は、M も U もこれで消えて、X と P とイプシロンの式になります。で、はを0に飛ばすと、こういう式になる。で、これがその P と X の式だけになるんですね。だから、何をしたいかっていうと、この近似比が最大になるような X と P をこの式をじっと見て決めなさいっていう微分、積分の問題あ、積分ましたけど、微分の問題になるわけです。 地問題になるわけですでそれを頑張って解くんですね。ただ、しがあって、今、これ、U っていうのは M 未満でしたから、X の取る範囲には限りがあります。0, より0以上、1以下でないといけないってこともありますし、実は、このような状況になるのは、えー、P が M-U 分の M 以上でないと、こういうふうにならないってことが、実は言えて、何ぜかっていうと、こういうふうにこの,この部分に微妙な、えー、と小さな条文を並べてるんですけどどのこの P がそれよりも大きい場合をこれ書いてます。 でそうじゃないかもしれません。ででそうじゃない場合は、またこ,うなこんな感じになって、別の計算が必要になってきます。でこれは場合分けになって、そのまま同じように計算するんですけども、同じように計算すると、先ほどと同じような形で、X と P だけの式が得られます。で、何かというと、まあ、これも範囲があって、X が0以上1以下で、P がこの範囲じゃないと、この式になりませんよという形になって、つまり、なんか禁止比はこんな形になるんですね。禁止比が、P がこの範囲だと、これ。 P はこの範囲だとこれっていうふうな形で、先ほどのインスタンスに関しては、こういうふうに近似比が、イプシロンを0に飛ばすと、4にかけます。で、問題は、これの最大値は何でしょうっていう、そういうただの問題なわけですね。で、これは割と大変なんですけども、気分はこ、ここに図に書きましたと。これ、P はまあこの範囲で動くんですけども、えっと、これ、横軸はこれ X です。横軸 X でまあ0から1まで動かしてる。 と思ってくださいで、P を動かして、P、それぞれの P の値に対しての,これあの曲線があります。P が1の場合はこれです。で、P が2の場合が、これですね。これになってると。で、P が3の場合が、ほぼ使いにする、こんな感じになってま P4、5とかなっていくと、だんだんことが下,下に降りていって、まあ、そ,その場合には、なんかこの最大値は取らないということが分かります。だから、P が2か3ぐらいのところで、最大値が一番大きくなって、それがいつになるのかってことをしっかりと計算すると、P が1プラスルート2のときに、最大値が2分の1プラスルート2になりましょうということが、頑張れば分かるということになって、近似比が2分の1プラスルート2以下ですよってことが、これで言えるというような証明の流れになっています。 これを簡単な別証明とはちょっと言えないと思うんですけれども、私、もともとの論文見てないから、もともとの論文がどれぐらい複雑なのかちょっと分からないんですけれども、一応、2011年に出た5ページぐらいの論文では、これをより簡単な証明だというふうに言って紹介しているという形になっています。まあ、皆さんがもっと簡単な証明を見つけてくれると、それは私は嬉しいと思うので、ぜひ考えていただけるといいかなと思います。だからまあまあそういう形で、このまあ2分の1パスするときに出てきますよということだけはまあご紹介したかったということになります。はい ということで、まあ、一応まとめると、まあ今日こういう話をしたと、そのリ,リストスケジュールっていうのがあって、まあ、あのメインの場合はこの PCMAX だったんですけども、2-2のリストを使うと2マイナス M 分の1っていう近似式が得られて、LPT っていうその工夫したリストを使うと、3分の4マイナス 3M 分の1っていうふうに近似式が改善されますよということをご紹介したと。で、あとはまあ余談もしたという感じになってます。はい でおしまいかな。と、はいう形で今日はこのリストスケジューリングを例にして、近似アルゴリズムの解析手法っていうのを身につけるって話をしてきました。リストスケジューリングっていうのはこの近似アルゴリズムの設計手法の一つの例なので、他にも あの近似アルゴリズムを設計する手法というのはあります。でそれはまあ後半のあるところでご紹介したいかなというふうには思います。で、これで前半が終わりという形になります。で、後半の初めは先行制約の話。これは第1回の時にこういうものありますよというふうに紹介したんですけども、今まで何もやってこなかったので、その先行制約がどのように扱われて、それに対してどのようにえっとアルゴリズムを作ることができるのかという話を次回からしていこうと思います。はい、では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。